皆さんこんばんは、シリーズのちです。今回の問題なんですけど、中学受験のありきたりない問題です。ですけど、初見でやるときは意外と考えてしまうような問題ですので、皆さんと一緒にやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。A と B の面積は同じです。この時に X の長さを求めていくんですけど、意外と求まりません。この時に平行四辺形の性質を考えていきます。ここを垂直に引くと、こういった三角形が見えてくる。この三角形はここの三角形と面積が同じになります。なぜかというと、平行なのでここの角度は同位角なり、直角と長さが同じというところが、直角三角形の合同な三角形だということが分かります。面積 B と面積 A の三角形を相殺することができるので、ここの長方形とここの長方形は面積が等しくなるということが分かります。ということは、縦かける横は18だということが分かり、18だということが分かるので、5をかける X イコール18という式が出てくる。 X は 3.6 なので、この中に入るのは 3.6 が正解となる。よかったら皆さんもやってみてください。それではね、バイバイ。